そうで。よし。ちょっと、で、あ、ズボンびちょびちょやし、履き替えてくるわ。よしよしよし。皆さん、こんばんは。ミクです。あ、ちょ、ほんま今慌てて帰ってきて。もうこのヨレヨレのまま行くで。勝手にしろって。あの、スタバのね、新作のホワイトチョコとマカダミアのやつ。あらしな、ホワイトチョコも生カダミアも大好きやねん。前髪キモ大好きやねん。今慌てて帰ってきて、ちょっとさ、溶けてるっぽいから、ちょっと先にな、飲むわ。うまそう。いただきまーす。うまっうまっじゃあ私今日朝にオートミール食べて、そっからな、何も食べてなくて、今もう夜なんやけど、さすがにお腹でっか、さすがにお腹すいたんで、ちょっとお昼夜兼用ということで、このトマトモッツァレラ&バジルチキンとドーナツ、これも新しいマカダミアのやつで、これ温めなあかんから、ちょっと忙しいな、温めてくるわ。ちょっと待って、前髪何これ。忙しい。はい、飲みます。溶けちゃったね。なんか、あ、でもちょっと味薄いかも。薄いっていうのは溶けたからか。もともとはちゃんと味ついてるんやろな。雨降ってたから何の意味もない。なんか、じゃ、雨降ったら、今ちょっと髪の毛をさ、腰研いでさ、思っていいけど、雨降ったら当たり前やけど、めっちゃ湿気てんな。当たり前のことしか言いませんが、髪の毛めっちゃ湿気ててびっくりした。味ないな。私な、好きな食べ物の、うん、下手しいトップ3、トップ5にナッツ類入る。あ、見た目最悪になっちゃった。この上の青いやつは、うん、思ってたより味がないからいけるかも。結構これはちょっと後だね。で、今日動画をね、あげなあかんねんけど、まだあげれてなくて、とりあえずお腹は空いてるから食べて喋って、その後ちょっと動画を最後仕上げるんで。でも全然まだできてないね、今日のやつ。ちょっとミスって、ちょっとできてないね、全然。よいしょ、もうちょっと、よいしょ、はい、ここぐらいかな。よし、あ、これぐらいでいいや。あんまね、近すぎるとね、それなりに年齢バレるんでね。美女が最強よ、見て、トロトロ。よっしゃ。あ、お腹すいた。はい、じゃあ、いただきまーす。熱っ。熱っ。顎外れそう。うん。うう、うまっ。最高。今日ご飯食べてんでよかった。美味しい。なんか思ってたよりホワイトチョコ感もマカダミア感もあんまりない。うんうんうん、うまっ。これうまい。ちょっと袋捨てちゃったけど、さっき紹介したな。はい、あれです。そうで、今日はそう、ちょっとみんなに聞いてほしいねん。やってしまったっていうことがあって、まあそれは何かというと、時間を余計なとこに使っちゃったっていう話で、人生ってまあ有限じゃないですか。まあ、そのでかい話じゃないねんけど、まあ言うたら、その時間の使い方ってほんまに大事にしなあかんと思うね。人の時間を適当に扱う人ってすごいちょっと苦手で、私だから自分自身もあんまり遊ぶ約束とかを前もってできるだけしないようにしてて、っていうのは急遽行けなくなったりすることってあるわけやん。やらなあかんことがあったり、用事が入ったりで急遽遊べない、会えないってなった時に、そのギリギリに伝えると、その人はその私との時間を空けてたのに、そこを潰すのも嫌やし、ごめんなって毎回こう言わなあかんのも心苦しいやんか。人の時間ってすごい大事やんか。だから嫌やねんか、私あんまりな。その、まあ、旅行とかは別として、めっちゃ前から約束するとかがすごいちょっと苦手やねんな。
っていうぐらい時間って大事やん。だから遅刻も昔とか若い頃めっちゃあのルーズやったけど、時間にもう今はできるだけその時間にちゃんと行けるようにして行動してるわけやけど、まあ、その話別にしたいわけじゃなくて時間は大事、時間の使い方ってあのほんまに大切にしな、あのそう無駄なことってないけど、結局無駄なことじゃないねんけど、もったいない使い方をしちゃったっていう話で、まあ、YouTube のコメントみんなしてくれるやんか。んで、まあ、そのいいコメント悪いコメントってあるやんか。でそのいいコメントに、まあ、反応したりするわけやん。よくそのコメント返しみたいなとか、まあ、ハートマークをしたりとか、まあ、するやん基本な。だけど悪いコメントに反応してしまって、それがめっちゃもったいない時間の過ごし方っていう話でな、ほんまに嬉しいこと言ってくれたり応援してくれてあったかい言葉をくれる人たちにやっぱできるだけさこう反応したいって思うけど、やっぱりさすがに全部が全部って難しいわけやんか。そのコメント打ち込むのですごい時間かかるからだし、しかも動画上でこう話すことで文字だけじゃなくて声と表情が映るからみんなにもこう伝えやすいかなと思って、全員に返せるわけじゃないけど、このおすごい飛んだな、全員に返せるわけじゃないけどそのコメント返しみたいなのをしてて、まあ、それはいいとして、私悪いコメント嫌なことを書いてくる人に関してはめっちゃ無視するねんか。あのハートマークもつけへんかったりするし、基本無視するねんな。どうでもいいから、その人に時間を割きたくないからな。やねんけど今日なすごいな、なんか届いたコメントを見て今思い出しても笑っちゃうねんけど、おおみたいな、すごい攻撃するなみたいな人がいてな、でそれに対して初めはこんな感じでみたいなめちゃくちゃ言ってくるやんみたいな感じでな思っとって、でほんで、まあ、あまりにもさあのなんていうの、その内容がなんか初めは笑っちゃってんけど、なんか読めば読むほどなんかその内容っていうのが相手がめっちゃ勘違いして、勘違いの上でめっちゃ暴言吐かれてんな。あそう、私今日話したいのはなんかそう、まず話したかったのは YouTube、 最近の YouTube AI がすごくて、あのね YouTube の仕組み上、まあ、設定してる人としてない人いると思うんやけど、まあ、今って YouTube すごい厳しくなってて、あんまりこう卑猥なものとかこう暴力的なものとか映像としてあまりよろしくないもの、ちょっと攻撃性のあるものとか、なんかそういうのがすごい厳しくなってて、例えば動画の内容だけじゃなくって、あのコメントも厳しくなってるな、まあ、言ったら嫌なコメントをしてくる人っていっぱいいるやんか。だから YouTube 上のシステムで制限をかけれるみたいな、ちょっとこの人暴力的な言葉とかを使ってるなっていうのを AI が読み込んで、そのコメントを表に出さへんようになってんねんな。すごいやろ今。極端に言うと、まあ、死ねとか消えろとか、そういう暴言を吐く言葉を読み取ったらコメント自体はその保留みたいなところに入るねん。それで、まあ、私本人が、だけが見れて、で、あの、承認するかどうかみたいな。でも、それも私も毎回見てるわけじゃないし、なんか、知らん間に入ってんねんな。で、その、滅多に入らへんねんけど、それが、ただ、正確に読み取らへんかったりすんねん。例えば、これなんか前、エミリン、YouTuber のエミリンも言っててんけど、お前、うざいね、死ね、みたいな言葉やったら、ほんまにストレートにあかん言葉やんか。やけど、なんとかだしね、の死ねみたいな後半のその死ねがそういう風に読み取っちゃって、その保留のところにコメントが入るとかあるねんな。その私に暴言を吐いてきた人のコメントが2件入ってて、でその一つが全然、それはめっちゃ動画を見てめっちゃいい感想を書いてくれててん、やけどその中の一つの言葉が、あ、おそらくこれは AI が読み込んだんやろなっていう、内容は全然悪くないねん、だけど組み合わせみたいなが細かく見られちゃって、多分それが引っかかって保留に入ってんな。多分それで YouTube 上に反映されてないのに気づいたのか、それで勘違いしたはるわと思って、あそこまでは全然良かったん、あ、まあまあしゃあないこれはみたいな思っとって、だってその保留に入ってるの他の人も全然なんともないコメントやのにめっちゃ保留に入ってたりすんねん か、 だからそんなもんでなんか YouTube って、まあ言うたら
AI がそうやって動いてるのもあるし、まあ言ったら YouTube 上のバグもあるわけやんか。 SNS なんかなんぼでもあるやんか。やし、そんな感じやってんけど、私多分なんか別に暴言吐かれるのはなんでもよくて、勝手に言ってくれたらいいやん、正直それって。でもやってもないことを勝手に作り上げられるのがすごい嫌やねんか。なんか、まあ、言うたら、まあ、いつも言ってるけど、ここ私の場所やから、みんなの、私とミクラの場所やから、この崩されたらすごい困るわけよ。嫌やねんな。なぜかそれが、なんか珍しく気になっちゃって、それにコメント返事しちゃったよな。で、その返事したことにすっごいめっちゃ嫌になって。それやったら、いつもコメントしてくれてる人に、いつでも返せざやん、みたいな。それが悔しくて悔しくて、っていう話。時間は大事です。本当に。ほんまに大事。だって、その間にほんま一人でも多く返せたわけよ。YouTube の編集だって今まだ途中なのに、それにできたわけやのにさ、それがな、なんかその、だからな、自分の話を勝手に作り上げられるってめっちゃムカつくんやろな、きっと。なんか芸能人とかでもあるやん。週刊誌に、なんか全然ありもせんこと書かれるみたいな。そりゃ反論するなって思った。なんか、言われたままやったらそれがほんまになっていくわけやろ。まあ、私の場合その人の中でだけやけど、その芸能人とかやったら週刊誌に書かれて世の中にみんなにそう思われると思ったらたまったもんじゃないやん。もう事実じゃないことをな。それってほんまにそうやなと思って。事実を言われるならいい。なんていうの、34歳できついわとか、シワが目立つねとか言われるのは事実やし仕方がない。これは仕方がないこと。やけど、ありもせんことを、なんか勝手に妄想で作られて攻撃されるのってこんなに嫌やんなと思って。そんなに時間を使っちゃったんがめっちゃ一番嫌。ほんまにその人が嫌とかじゃなくて、それに時間を使った自分が嫌。私もともとコメントはわざわざ消さへんねんけど、ほんまに一回でも暴言だったりアンチコメント送ってきた人に関してはもう絶対に反応しへんようにしてんねんか。これ意地でも。そう、一回でも私に対して暴言吐いた人と私は仲良くなれないから。てか暴言を吐く人の気持ちが分からへんからな、私は。そう。で、まあ、私の空間なんで、それ自由にできるわけやん、自分がな。そんなに時間使ったらあかんなと思って。そういう話です、今日は。いつも言うやん、YouTube やってる以上、何言われてもしゃあないし、別に悪口だって、何でもいいんやけど、ありませんこと言われるのってこんな嫌なんやなっていうのをめっちゃ思った。で、事実と異なることが事実になっていくのが怖って思った。私の場合はな、ちょっとちっちゃいことやけどな。そう、だから芸能人って大変やな。ほんまのこともあれば、全然事実無根なこともあるし、なあ、怖いよな。美味しいよ、これ。だからなんか、みんなにもごめんねと思って。みんなにコメントを返さず、それに時間使っちゃってごめんねと思って。なんやろ、なんでも OK にしてたらな、ちょっとなんか、むちゃくちゃになるし、こう自分の作り上げたい空間と異なるものができちゃうからさ、仕組み的にアンチがいることいて成り立つやと思うねんけど、改めてそんなことを言えるってすごくない？なんか純粋にすごいよなと、自分にはない感覚すぎてもうすごいなっていつも思うねん。全て自分の思い通りに行く人生ではないのでね、なんか暴言なんて吐いちゃダメなんですよね。それまでなんか反論しんでよかったなと思って、なんか攻撃する人間でいたくないし、そんなことでムキになるのも嫌やし、だからこれからも私はなんか鬱陶しいのは無視するし、当たり前です、そんな普段無視してんのに、その今日は反応してしまった自分がめっちゃ嫌や。で、まあさっきも言ってたけど、その AI がその読み取ってな、こう勝手にそうでないものも保留にしたりとかしてるわけよな。だから自分がしたコメントとかに反応がなかったり表示されてなかったとしても、まあ、それは気になさらず、まあ、そんなもんです。 YouTube とは厳しくなっておりますんでね。だからこの時にそう思うのが、知らないから叩くんですよ、西野さんの言葉でね。みんな知らないから叩く。ちゃんと YouTube の仕組みだったり、その人のほんまの行動を知らないから叩くんですよ。目に見えるものが全てじゃない。ここで証明されましたね。
うん、お腹いっぱい。でもこの時間無駄にしてんか、そんなに反応しちゃってな、で後悔してんか。でもこれがあったからこそ、あのみんなのあったかいコメントにもっともっとちゃんと時間をかけたいなと思った。もちろん見るだけになっちゃうこともあるよ、返事ができないことの方が多いけど、より一層ね、なんかみんなの言葉をしっかりこう受け取れるなって。世の中にはそうやってちょっとな、あのきつく言ってくる人もいるけど、その中でみんながなんかあったかい言葉をかけてくれるってマジで当たり前じゃないからな、ほんまに。ちょっとこれ一口だけ食べて今動画終わるよ。マカダミア、これもホワイトチョコドーナツかな、同じ感じのかな。いただきます。あ、おいしい。中にこれホワイトチョコかな。でこうやって何かってこう YouTube で話すとすごいスッキリするし、ほんまにこの場所があってありがたい、ほんまに。もう今めっちゃなんかもうどうでも、なんかもう今めっちゃ開放的。さっきまでうわ時間無駄にしたとかしょうもないことを思っててんけど、逆にその嫌な時間を使ってしまったからこそこうやって話せました、動画にできました。そしてみんなにより一層感謝をすることができました。全てはつながりますね。言い悪いってないです。あの嫌な言葉をかけられることって悪いことでありますけども、その受け取り方、変換の仕方でね、こうも変わりますから、ずっと落ち込むのではなく変換していきましょう。私はねこうやって YouTube があるんで、こう毎日日々を更新させていただいております。はい。そう、一人で過ごしてるけど一人ではない感じでね、そうみんなに救われてますよ、本当にありがとうございます。っていう感じで、ちょっと編集しないとやばいんで、はい、今から編集したいと思います。じゃあまたね。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思っていただけたらグッドボタン、そして、コメントもぜひお待ちしております。何でもあの勝手にコメントしてくれたらいいんですけど、あの嫌なこと書いてくる人はスルーするし、私に一回でも暴言吐いてきた人は全然もうあのいい、あの私反応しないと思うんで。なんていうのな、自分のことを大切にしてくれてる人はやっぱ大切にしたいからさ、自分のことを雑に扱ったり傷つけてくる人に同じだけの愛は送れないからね、当たり前のことです。はい、てなわけでまた次の動画でお待ちしております。ではバイバーイ。よし、編集しよう。